皆さんこんにちは、中北鉄道です。今日は東京日本橋に来ています。東京駅の日本橋口から列車に乗っていきたいと思っております。東京駅に入って見上げると、私の地元伊勢の広告がありました。今日乗っていく列車はこちら、北陸新幹線でございます。輝き号511号に乗ってまいります。それにしても東京駅人が多いですね。この間かき分けて改札を入っていきます。エスカレーターで21番線に上っていきます。今日乗る列車はこちら、輝き511号のグランクラスを取りました。いや楽しみなんですが、この日は地震があったため列車がちょっと遅れています。入線してきました。折り返しの輝き511号です。E7系新幹線電車かっこいいですね。車内清掃のためしばらく待つことになります。準備が整ったようですので、早速12号車グランクラスに乗っていきたいと思います。輝き511号鶴ヶ行きです。信号が変わり次第発車いたします。座席配置が1対2の広いシートです。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は輝き号長野経由鶴ヶ行きです。電車指定席で自由席はございません。次は上野に停まります。まずはリクライニングのボタンを触って使い方を探ってみます。大宮駅を出た頃から軽食のサービスが始まります。私は和食を選びました。蓋を開けてみましょう。非常に様々な食材が使われており食欲をそそられます。飲み物は日本酒をお願いしました。福井県産の九頭龍という名前のお酒です。まろやかな味わいでした。この頃車窓には群馬県の赤城山が見えており、もうすぐ高崎で上越新幹線と分岐していきます。お酒のメニューを見ると5品目あるので順番に頼んでいきます。最初の日本酒に続いてお願いしたのは赤ワインです。山梨県産で少し酸味がありました。薄い峠を越え軽井沢駅を通過すると右手に見えてきたのは浅間山です。山頂に雪が残っています。その次にお願いしたのは白ワイン、長野県産の口当たりの良いワインでした。大宮を出て最初に泊まる駅の長野に到着しました。出発していきます。車内放送や車窓の長野総合車両センターの様子をご覧ください。上越妙高駅付近は、かなり雪景色でした。4杯目はフランス産コニャックをフレンチハイボールでいただきました。糸魚川付近では日本海が見えてきました。この頃にはだいぶ日が暮れてきました。まもなく富山に着きます。5杯目はビールです。サントリーのブレモルでした。
これでグランクラスで提供されるお酒のメニューは一通り制覇しました。長野を出て次に泊まる駅は富山でした。富山に到着いたします。そしてその次は信州リンゴジュースをいただきました。次は金沢です。金沢を出発しました。いよいよ2024年3月16日に新しく開通した区間を通ります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。辺りはすでに真っ暗になってしまいました。私はコーヒーを頂戴して心を休めます。福井に着きます。お出口は右側です。そして福井駅に到着です。福井駅の新幹線ホームは1面2線となっております。福井駅でほとんどの乗客が降りてしまった印象です。次は終点、敦賀です。化粧室に行っておりましたので、デッキの様子を撮影しました。最後に一杯福井県産のお酒をいただきました。竹富駅を通過とのことですが、グランクラスのアテンダントさんのつけているバッジが越前和紙製だそうです。椅子の使い方がやっと分かってきたところで、間もなく終点の敦賀に着きます。ということで、東京から3時間十数分ほど、定刻より少し遅れておりますが、敦賀に到着いたします。ドリンクも全部で8回ほどいただきました。北陸新幹線グランクラスで全線走破の旅、楽しかったです。この日敦賀では雪がちらついていました。今回の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もよろしければお願いいたします。